よし、続きやっていくか。はーい。ここまではいいよ。ここまでは一応。そして、ここをポン、あーっと待ってね。うん、掴めてない。全然掴めてないよ。こう。ちょっと待ってね。こう。なんかないの、間違えてないですか？いやだ。こうしてだな。こう。これ無理じゃない？編集して思った。絶対最初にさ、無理じゃない。あ、いけるんだ。やめて。喋ってるでしょうが。ああ。ぴょんぽん。あ、来た。ぴょんぽんだ。ぴょん。あ、来た。来た。なんで今飛んだの？待って。どういうことこれ。危ないですね。こっちから行く系だと思うんだ。やめろってこれで。あ。待て。待って。こいつ、お前、いけすくなってなんで、いけすくない。やだ。ちょっと待って、急にミートよくない、リンゴロ。あぶねえ。よし。あいやいや、はい、ざまみろ。なんか針いなくなってる。こうでしょ。あぶねえ。こうでしょ。ここよし。さあ、戻さないといけないのか。よし。いいぞ。見極めろ。ちょ、待って。こっからか。いいでしょ。こうです。はい。はい。だんだん。ここよ。はい。はい。いやー。よいしょ。おい。焦っちゃう。やばいって。危ない。ここでさ。ここじゃないね。うん。ここじゃない。目が。やばいの、本当にね、言い訳させて。ドライアイがやばいの。一回涙目になるわ。涙目のルカになるわ。ちょっと待って。おかしい。ほい。ここ。そして、ここです。ほい。見極めろ。ここです。ここでチャンス、チャン。迅速に行くんだよね。これ、迅速に行くことが大事なの。え、よし、やった、ゴッキャーシャ、やった。何してくれてんの？うわぁ。よし。ほい。ここでしょ。よし。やめろ。はい、セーブしたからね。難しくない？なんか見たらわかる。見たらわかる。難しいやつやん。やだ。大輔さんも驚きの難しいやつやん、これ。惜しいな。あ、ま、なんかわかるよ。こうでしょ？うまー。こうでしょ。で、これ何？なぁ。いや、わかったわ。勘の鋭いガキだからうち。こっちでしょ。ほらな。待って。また怖い。どうするえ、すごいく。よし。はい。で、見極めてのこうで、どこだろう、ここに、ここでいけるんですよ。うん。見たか、この野郎。これ、ボス戦だ。60回来たね。ルカちゃんじゃん。ちょ、待って。ルカちゃん、えぐいことしてくるやん。せめて、ラリアットとかにして。やめて、リンゴやめて。せめてラディアットとかにしてたから。これ、あれだな、女だ、女は顔狙い。最低。分かった。一旦歌聞くね。もしかしたら、歌聞かせて。この女。よし。いい感じではないな。いやー、神回避。何この歌。やだー。聞かせて。聞かせてくれ、君の歌を。
これがね、避けるの大変なんだよな。こうして、あ、いいよ。いいよ。見えてる。ちゃんとリンゴ見えてる。いや、リンゴ見えてます。来たかな？これ、来たよ。やめてください。2分にさ、かかったらさ、リンゴ、おちおち、モードになったからさ、待って、2分に、いや、見れるか、そんな。見れるかって。やばい。あ、いい歌声。いやーん。キモー。余裕。すげえ余裕だわ。やめてください。余裕です。余裕すぎる。余裕すぎる。いい。やめて、まだ来るの。よし。二段目よ。二段目にいたいのに。よし。来た。待って。これどうすんだっけ？どうなんだっけ？いけてる。うわ、マジかよ。やめて。よし。集中しろ。はい。早いね。だいぶ早いよ。冷静になればいける。いけます。おっと？大丈夫か？どうする？これどうする？いけるよね。大丈夫だよ。そんなことない。いや、無理。もう全然ルカちゃんの歌聞けん。もうずっとこのイントロしか聞いてない。ほら。ここら辺に行ってみる。ふえー。いや、でもこっからなんだよ。いやー、あぶれ。ここにいて、一気に降りる。こわー。よし、すぐ下に行くぞ。ここ、うわー、よし、やばい、どうくる、やばい、なに、この、これ、やめて、あー、やばい、いける、なんで、ここ、よし、で、こう来て、パーってくるから、ここら辺で避ける。これは、よく見ても無理！ここ！こっち側の方がいいのかもしれないな。よし！いや、待って、アンチ探せ。ここは？アンチ見つけちゃったかもしれない。ちょっと見てて、アンチ見つけたから多分。よし。あ、これで、これは上行ってだな。アンチ見つけた。え、待って、アンチどこだっけ？待って、うち見つけたんだけど。え、どっちだっけ？あ、どっ、あ、あ、あ、よし、あ、やった。ここアンチや。来た。やめてください。もう、マジかよ。よし、ここ。で、トルネード砲が来るから。よし。もう寄らないでくれ、私にもう関わらないでくれ。何なんだっけ？カーリンゴ？
全部リンゴだよ。作戦を考えてきた。こう歌を覚えて、その歌の危ね、あの歌詞の部分でどう攻撃が変わるかを見極めて避ける。なので歌詞をね用意してきた。いや危ね、これ危ないね。うん、いいよ。歌詞見てる暇ない。うん、黒く染めるところね。胸の奥が見つかしてるね。うん。すべて。うん。夜に、あの、庭ね。うんうん。それは、にじんだときね。あーう。あれ、歌詞見てる暇なくね？ちょっとさ、曲名をね、あ、やばい、猫うるせ。曲名をなんか調べたのよ。さあ、これあれ。あれ、ちょっと待ってね。タワーっていう曲の、あのね、ケイさんっていう人が作ってるんだって。ボカロ好きだったら知ってんだけど、私めちゃくちゃ好きな人だったわ。いい歌と思ったよ。有名どころだと、ピエロとか、あー！ピエロとか、なんだっけな、走れとかだね。うん。やめて。なに？どうしよう？動けない？どうしよう？愛が奇跡？あぶれ！いや、ここにいれば大丈夫。ここにいた後にすぐに右に行く。しー。そう、あれー。でも何が悲しいってさ、これ曲、こんだけやったらさ、曲を覚えるだろうって思うじゃん。私イントロしか聴けてないからさ、全然覚えられない。悔しいよ、もう心の底から。もう毎回こう、もう最初のイントロの鼻歌で終わるからね、こっちはもう。ああ、こんにちは、収録3日目です。3日後ではなく3日目です。危ないです。多分ね、もうすでに3時間以上やってます。ええ。てか、この間3時間やったんで、これちょっとやばくない？っていう。え、でもまだパパは超えてない。アイワのビザガイのパパは超えていない。パパ上はね、まだ超えてないから。安心して。何を？はぁ、エリンゴ！冷静にね。何事も冷静さが大事だからね。冷静であることがね、愛、大事だから。リンゴがいっぱい来ても冷静でこう対処していけば、これ絶対にできると思うんだよね。そう、冷静さが今まで、ね、ハグ欠けてたと思うんだよね。ハグ、うん。だから冷静に行くことで、まあ、タイミングとか基本的にその覚えてるから、本当に落ち着いて対処していくことが大事。はい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 。まあ、ちょっとランダム要素もあるけど、これも、よく見て。あ、よく見て。あ、いけば大丈夫と。はい、すごく冷静でした。あ、うん。やばい。ここが一番冷静じゃいられない。よし。ここ。で、ここよ。ここね。対処法。もしかしたら、ここがある。ここら辺。ここら辺だったら、いける気がすんの。全然いけない。はい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 。なんか話が違かったなぁ。あそこら辺空いてた気がするんだけどなぁ。あ、ここです！よし！いける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 ！絶対クリアするわ。ここまで来るのにさぁ、
なかなか時間かかるのよ。なかなか行けないのよ、ここに。よし、よしよし、完璧。トライ！ダメだろう、緊張しちゃった。なんかため息するとさ、たまにいるじゃん、なんかため息つくと幸せが逃げるよって。おい、幸せが逃げるよっつってさ。いやー、幸せが逃げてるからこっちため息してんだけどね。意味わかんないんだけど。あー、ブス。やった、やった、やった！ 4、3、2、1！ よっしゃー！やっとクリアした！嬉しすぎる。待って、どんくらいかかったこれ。え？絶対セーブする。よし！ありがとう！嬉しすぎる。ちょっと待って、どんくらいかかった？だいたいね、ざっと見ながらわかんないけど、ざっと5時間。パパ声はね、しなかったね。よかった。本当にパパ声するかと思った。アリエッティだってマジで。ビビった。本当にクリアできないかと思った。失踪しようと思ってた、本当に。しばらくなんか3日ぐらい放置してたもんだって。できないから。一旦忘れようと思ってさ。でも歌は忘れられないのよ。いい歌でしたよ、本当に。はい。もう二度とやりたくありません。絶対にこのセーブは消さないからな。絶対に消さないからな。無理じゃないからな。